おはようございます。今富山県の高岡にいるんですけども、観光列車会ですよ。ベルモンターニュエメールっていう列車に乗って、高岡から城花っていうところまで約1時間乗っていくんですよ。出発までね、あと30分ぐらいあるんで、ちょっと早く着きすぎちゃって、くっそ寒い中今駅前のデッキで待ってるんですけど、映えスポットじゃない後ろベルモンターニュエメール、美しい山と海、それをフランス語にしたんだって。なんでフランス語なんだって感じなんですけど、とりあえず車内でフランス料理は出ないっぽいです。雨降ってきたよ。ちょっとどうしよう、中で待ってみようかな。もう、音階が違うんだ。ベルモンタはお料理系観光列車で、事前注文するとお料理がいただけるっていう列車なんですよ。3日前にネットで予約すれば車内で提供してもらえるらしいんで、寿司とかなんですよ。すごいよね、富山ってやっぱり天然のイケスと呼ばれてるらしいですよ、富山湾で。お客さんはわししかおらんな。ベルモンタが地勢じゃん、わし。でこれで JR 城花線の城花って駅まで約1時間行って、往復乗るんで、まあ、2時間ですよ。城花線はね、あと5年ぐらいをめどに、向こうを走ってる氷見線と一緒に愛の風富山鉄道に移管されるっていう話があって、そしたらベルモンタもなくなっちゃうかもしれないですよね。観光列車って短命だもんね。水風みたいだね、かっこよ。もう乗って平気なんじゃないかな、多分。車内の雰囲気はこんな感じ。片側がボックス席で、片側がカウンター席になっています。で、こちらには唯一の2人掛けの席があります。その他は4人掛けのボックスシート。当日の状況にもよるんですけど、車内での飲食の注文も可能で、車内中央には沿線の特産品が飾られています。記念スタンプもあり。トイレチェック。普通に綺麗だね。こちらにはなぜか優先席が残っています。で、トイレに入んなくても手洗い場が外にあります。沿線の伝統工芸の稲美彫刻、8作品飾られているらしいです。で、こちらには木製の吊り革ですね、車内にちょこちょこ置いてあるんですけど、持ち手の上の部分には高岡銅器をイメージする装飾がされています。で、ベルモンタ氷見線でも走るんで、海をバックに走っているベルモンタの写真が飾ってあります。発車後、列車が少し揺れますので、お足元にご注意ください。そしてなんと車内に寿司職人が乗車していて、握りたての寿司を車内でいただけます。すごい、車掌さんがめちゃくちゃ気さくです。面白いだけど。列車は高岡駅を出発で、ここからは自分を含めて4人だけしか乗車してなかったですね。席の隣に伝統工芸品が展示してあったんで見学。めっちゃおしゃれ時計ありますね。カウンター席側のブラインドはフリーストップ式になってました。ちなみにベルモンタ氷見線も走るんですけど、その時はこちら側から日本海を望めるそうです。
幹線との乗り換え駅の新高岡を出発。後方の寿司カウンターに行ってみます。はい、すいません。めっちゃいい声。富山のお土産品ここでいくつか購入できますね。乗車するのは富山寿司の寿司職人さん。こちらご予約いただいておりましたお寿司でございます。注文したのはプチ富山湾寿司セット。めちゃくちゃ美味しそう。ネタはちなみにこんな感じです。レンコダイ、タイですね。タイ、サワラ、これめちゃくちゃ脂乗ってて美味しかった。あ、全然ピント合わねえな。揺れながらだからめっちゃ取るの大変なんですよね、これ。これはサムネ用。本当に新鮮で脂も乗っててめちゃくちゃ美味しかったです。で、この昆布狩りっていうのも結構有名らしくて、マツコさんの番組でも紹介されたらしいですよ。で、富山といえばこの昆布巻いたかまぼこ、これもめちゃくちゃ大好き。車窓には牛岳とかだと思うんですけど、1000メーター級の山々が見えてきました。上花線の景色大体こんな感じでしたね。列車は福野に到着。ここでもお手振りの方がおられました。かつては隣の川田工業の敷地内に貨物線が伸びていたらしいです。またかつて存在した開通の鉄道開通線との接続駅でもあったそうです。モーターを運行してからずっとです。上下線を欠かさずお手振りしておられます。こちら側からもお手振りに対してありがとうという気持ちを表したいので、ここにあれすいません、引用お願いします。その田中さんっていうブラックの、まあ、お年寄りなんですけども、このベルモンターお手振りをもう本当に楽しみにしておられまして、でその村田さんっていうとこの車庫の前でやられるんですけどあ、でも 山並み綺麗ですよ。ほらほらほら、綺麗な山並みを見ていると、ああ、そうそうそう、もうそうそうそう。それでは皆さんご準備はよろしいですか。はい、それから髪を出したということからちょっと顔を出していただき、満面の笑顔でお願いをいたします。では左前方の方から見えてまいりました。ああ、ほらほらほら、はい、並んでる人、そうです。赤いジャンパー着とるのが私だと思う。そして次の車内でのイベントはコキリコっていう民謡ありますけど、合唱作りで有名な南砺市五箇山の民謡コキリコで使う楽器のササラ体験をすることがなんとできちゃいます。煩悩の数と同じ108枚の木の板が吊せられていて、鳴らすことで煩悩を払えるらしいです。体験したんですか。こうですか。あ、そう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 、はい、ここで煩悩切り払われましたので、はい、どうぞ。
いや、そんな回したらダメなんですよ。こんな感じの終始和やかな雰囲気で終点の城花にあっという間に到着。あ、そうですね。同時のなかなかないです。ありがとうございます。見えてないからよくわからない。予想以上にパワー系の観光列車でしたね。ガイドのおばちゃんのもすごいし、車掌さんもめちゃくちゃ面白いし、すごいパワー系でしたね。車内販売使おうかなと思ったんですけど、ずっとガー持ってたからさ。昔はここに転車台があったらしいです。今はもうなくなっちゃったけど。城花レトロな看板が残ってんの。ネットのね、ベルモンタの案内ではこのキャラクターたちがガイドしてくれるみたいなのを見たんだけど、めちゃめちゃおばちゃんでしたね、ガイドしてくれたのは。金沢もほとんどは被害は、富山県も被害はないけど、金沢もほとんど被害はなくて、いや、富山県も日々がひどいんですよ。いやいや、ちょっと上の方だけ日々の。いや、そうですね。もうほとんど皆さん観光していただくにはほとんど被害ないみたいな。あ、そうなんですよ。はい。いや、でも本当に、まあね、風評被害みたいので、みんなやってないだろうって思って、うん、ほら、来てもらえるのが一番の、応援ですって言われてましたね。ボックス席側のカーテンは新調されたもんじゃなくて、オリジナルって感じのでしたね。の駅が過ぎますと、すぐ田中のブラックなんで、今ちょっとまたありがとう。そして再びの田中地区通過に備え、ありがとうパネルが配布されます。お手伝いできたら今回はリーの担当ですね。で、事前に予約していた商品が到着。今回注文したのは白エビとベニズワイガニのお造り。富山湾の宝石と呼ばれる白エビと鮮やかなベニズワイガニですね。めちゃくちゃ映えるじゃん。美味しそう。てか美味しかったです。城花線というのは断線なんで、反対方向から来る列車がいるとここに止まってなきゃいけないんで、あと3分ほど止まります。また福光 の、 駅ではお手振りさんがおられます。では間もなく発車をいたします。はい、ホーム側に向かって手を振ってください。どうもご協力ありがとうございました。少しの間ちょっと手を休めていただいて、引き続き手を振らなきゃいけない場所がございます。もうしばらくよろしくお願いいたします。ちなみにこの稲美彫刻のパネル、ドア側と客席側で1枚の板なんですけど、絵が違うんですよ。気づきました？はい、お手振りの田中の部落がもうじき来ますので、皆さんスタンバイしてください。ああそうやった、来てきなってからでしたね。田中地区通過に備えて車内に緊張感が走ります。見えてまいりました。見えてきました。はい、はい、皆さん手を振る準備お願いいたします。元気よく、笑顔で手を振ってあげてください。サボらないサボらない、はい、ご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いただきます。皆さんこれなんか飲みやすいのってあんまり日本酒飲まないんですよ。飲みやすいのかなかあれば。ああ、じゃあそれで。車内で料理の注文もできるということで注文してみました。まずは日本酒が到着。で、料理も到着。注文したのはほろ酔いセット。これは農家屋っていう日本酒ですね。で、これは関係ないさっきのお作りですね。でこちらがほろ酔いセットのおつまみ。内容はホタルイカと昆布狩り、アジかな、みりん干し、イクラ昆布、カニ。まだ服の手、地元の方お手振りしておられるので、もうお手振りお願いします。駅長さんも手を振ってます。はい、窓口の方からも手振っておられますので。この地方ね、
5月の連休にもうお祭り三昧です。城花では5月5日に引山祭り、久野では5月1日と2日、よたかあんどん祭りっていうかね、その時の歌があるんですけど、富山名物福野のよたかは古城の橋から星渡弁慶よ、さっさ弁慶開けた、さっさどっこさのさ、よいやさよいやさ、さっさどっこさのさ、よいやさよいやさ。すいません、あの地元じゃないこと歌ってるんですいません。で、南砺市の五箇山、ね、そうそう、もう一回やられますか。ちょっと美味しいの食べてやがりね。こうして、そして、はい、そして、そして、全然音が違う。波をほら、はい、あっちにこう伝えるみたいな感じでやっていただくと、はい、おめでながらやると上手なのかもしれない。あ、大丈夫です。はい。この見えて、今度、国の人の、普段の、あの、いろんな業務のパネル、そこにあります。足元に気をつけください。模様になるように、あの、こう、ね、あの、チューリップを配置してあるんですね。だから、チューリップ公園で見られる公園に、あの、来ていただきたいと思います。ぜひあのまた夏の季節にこちらの方に来られて、生姜のアユを食べていただきたいな。なんか今日はすごく皆さんと全部ご利用していただきましてありがとうございます。あの私がこのベルモンタが営業するのが決まった時に、私たちもあの観光客さんの気持ちを味わおうというので、あの最初 の, あのベルモンタに乗りました。そして私らあのガイドグループで乗ったんですけど、そしたらメンバーが、あら、せっかくやからさ、その富山湾寿司注文して食べようまいけるって言ったんですよ。で、私そのメンバーをその福野駅まで自分の車でみんなを乗せて行ったんですよ。そしたらみんなほら、この飲み比べセットも美味しそうやし、それも飲んでみようまいっていう話になって、私はほら運転せんなんでしょう、全然そのほら飲み比べセット飲めんがですよ。そしたらみんな他のメンバーは調子よくさ、あら、こっちの方が美味しいねやら、あっちの方が美味しいねやらって今度は結局私は飲ましてもらえずに、まあ、今度はもうそういう運転せんでもいい時にあの来てね、飲み比べしようかなと思っておりますけど、今あの大きなね、あの本堂が建ってるんですけど、そういう彫刻師が、まあ、あの技をこうあの習得して、ただいま、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、パワー系観光列車の旅、すんごかったね。なんか親戚の集まりに紛れ込んだみたいな感じだったんだけど、めちゃくちゃ楽しかった。車掌さんとか、ね、アテンダントの方もいてたんですけど、地震の被害が大きいのは奥能登の方で、そっちの方だとね、今支援物資が届かないから用ない人は来ないでみたいな感じなんですけど、富山とか金沢の市街の方は比較的被害が少なかったみたいで、そういうところにはぜひ来てもらいたいみたいな感じのことをおっしゃってましたね。秋になったら北陸ディスティネーションキャンペーンっていうのがあるそうなんで、またその時ぐらいに来たいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。とりあえず新幹線でね、富山に移動します。この後もね、予定が詰まってるんで、すごいイオンモールあるんだ、高岡って、新高岡